ザ。ザ。はい。DeNA ベイスターズの京田選手。はい。京ちゃん。いらっしゃい。お願いします。どうですか。はい、なんかキャンプの初日にさ、なんか緊張して飯も食えなかったって。そうですね。はい。嘘でしょ。いや本当です。本当か。すごい緊張しました。でも部屋でも食ってたでしょ。いや楽しいです。本当に。どう雰囲気は、はい、DeNA の。いやすごい明るくて、うん、はい。若い選手も多いですし。うん。やりやすいというか、うん、やっぱ中日とこう比較するじゃない、はい、自分は頭の中で、はい、やりやすさっていうのは DeNA はある、まあ、ドラゴンズもやりやすかったんですけど、うん、はい、また違うやりやすさというか、うん、はい、すごい新鮮な感じがします。本当に、はい、まあ、最初トレードを言い渡された時にやっぱショックだった、それともあちょっと環境を変えてやりたいっていうのが先だった、どっちだった？そうですね、まあ環境を変えたいっていう思いは少しあったので、うんうん、はい、まあ、嬉しい反面やっぱり本当にドラゴンズにはすごいお世話に、まあそりゃそうだよね、うん、寂しい気持ちとちょっと複雑な感じでしたね、うん、バンテリン広い球場でやってたじゃない、はい、横浜スタジアムっていうのは好きな球場のブリューだったの、それとも苦手なブリューだったの？僕は好きな球場です。あ、だからどういうとこが好きなの？そうですね、やっぱり球場の雰囲気といいますか、うん、やっぱりこう球団の方々の力もあって、うん、すごい演出であったり、うんうん、ノリノリな曲が流れたりとか、うん、っていうイメージがあって、なるほどな、はい、まあまあ、バンテリンに比べて、まあ、少し狭いというか、いや少しってだいぶ狭いよね。ちょっと力んじゃうところはあるよね。私は楽な気持ちで、はい、まあ、ぶっちゃけですけど、うん、はい、打てる、打ちやすいというか、うん、まあ、成績を見るとさ1年目が良くて、はい、だん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 悪くなっていってんだよね、はい、ちょっと申し訳ないけど、そうですね、はい、まあ、だけどその中で何が起きたの自分の中で？そうですね、やっぱり、まあ、僕自身常に上を目指していく中で、うん、まあ、やっぱり1年目より2年目という、うん、どんどんレベルアップというか、まあ、周りから求められることも高いものがあるよね。になってきたときに、ちょっと自分を見失ってしまったのかな。技術的に変えたところってあるの？1年目から2年目に移るときに、3年目とか。まあ、1年目は本当に好き勝手やらせていただいて、変な言い方ですけど、何も考えずやってたんですけど、やっぱ2年目以降から、まあ、相手の研究されて攻め方も変わりますし、はい、そこにまあ対応できなかった自分がいるので、うん、はい、もう少しこうしっかり自分で整理して、うん、まあ、2年目以降やっていけばよかったんですけど、うん、まあ、中日の時って頭の中がやっぱこうパニクるというか、はい、なんかもつれたような状態にあったと思うんだけども、はい、DeNA に来てなんかちょっと整理された部分ってある？まあ、石井拓郎さんという、うん、はい、コーチとやってすごいこうシンプルといいますか、うん、まあ、どちらかというとこうやってみてダメだったらやめようと、やめようと、うん、よかったら続けてみようと、うん、だからこういろんな選択肢の中からこういうものがあるけども、はい、どれを取りますかっていうようなことだよね、はいはい、今はどういうことに取り組んでるの？まあ、やっぱ僕こう、まあ、今日の試合もそうですけど、こう打ちたい打ちたいってなるとどんどんこうやり方がこうかぶさってきて、うん、はいはい、セカンドゴロとか引っ掛けた打球が多いんですけど、うん、それをこうもう少しこうセンターフライを打つイメージというか、うんうんうん、左の軸を意識して、うん、体の中でバッティングを今取り組んでるんですけど、うん、まあ、すぐには良くならないのは分かってますし、うん、それを今取り組んでます。そのスイングのどうしてもこっちの方を振ってしまう、はいはい、打ちたい、はいはいはい、それをもう少しこう体の中で、まあ、技術的に言えばさ、叩きたいタイプなの、それとも拾いたいタイプなの？拾いたい方向で行きたいんですけど、うん、どうしてもこう叩いちゃう、叩いてしまうので、それをちょっと今、あ、はい、叩くと左肩は出てくるからね、はい、で練習ではその、まあ、勝ち上げるまではいかないんですけど、うんうんうん、ちょっとこう下からと言いますか、うんうん、ちょっと今ちょっと流行りのね、はい、少し煽る感じのそうですね、うん、っていうイメージで打ってますね今は、うん、それは何何パーセントぐらい習得できてんの？練習ではめちゃくちゃいいんですけど。あ、そう、はい、あ、でも結果を考えるからじゃないの？今形を決めてる時に結果考えても、でも競争してるもんね。そうなんですよ、立場的に
そういうのを試せる立場ではないんで、あ、まあ、結果がすごい大事になってくる、うん、実際ちょっと入ってみて、はい、まあみんながライバルだと思うんだけども、はい、ああこういう人すごいなっていうのはいる、はい、誰だと、まあ、森圭太選手、柴田さんであったり、うん、田中俊太さんもそうですけど、うん、みんなやっぱりすごいいいものを持ってるというか、まあそりゃそうだよね、入ってみて分かることもありますし、うん、はい、やっぱレベルは高い、そうですね、やっぱり内野手のレベルは、うん、はい、でも完成されてますもんね、誰が、はい、誰が誰が柴田？いや、みんな、なんかみんな、はい、一人一人やっぱりその難しいですね。なんかあれだな、ちょっとよそ行きだね。よそ行きですか？なんかよそ行きに喋ってるから、なんかもっと明るくて楽しいのに。はい、あ、じゃないよ。すみません。いやいや、やっぱりこう柴田の守備であったり、はい、森の肩であったりだとか、はい、みんな特徴があるよね。そうそう、うん、でも守備は負けたくないでしょ？はい、守備はやっぱりこうセールスポイントというか。そうですね。守備でアピールしなきゃいけない立場でもありますし、うん、でもサードもやらされてるよね、はい、サードはどうなの？それも難しいです。やっぱ難しい、はい、なんでちょっとショートと距離感が違いますし、そのショートであればやっぱピッチャーとバッター の, この距離感を見えるので、うん、その間でこう準備できるんですけど、うん、サードはもう一瞬で来ますの で,、うん、でまた今度足を使っちゃうと行き過ぎてしまうので、サードはちょっとこうワンテンポクラスと言いますか、すごいこう難しいですね。いやでもうまいと思うけどな。ねえ、まあやっぱ課題といえばバッティングだよね。まあ守備はあれだとして、自分ではどのぐらいの数字は絶対クリアできるっていうことはなんか考えてる？バッティングですか？うん。まあ率で言えば3割いけるとか、2割8分は絶対いくとか。2割7分2割7分8分ぐらいはいけたらなと思います。でもやっぱりまあ、これ失礼な言い方かもわからないけども、ドラゴンズのチームよりもやっぱベイスターズの打力っていうのはやっぱ相当高いものがあるでしょ。でも破壊力っていうのは身に染みて、はい、去年までやっぱ敵チームでやってましたし、すごいこうどの打順からでも、うんうん、はい、なんかこう DeNA でこのバッター参考にしたいなっていうような選手はいるの？左口の佐野とか、うん、はい、この前マックからちょっとバッティングの話は聞いたんですけど、うん、後輩から聞いて、聞どうだった、参考になることあった？やっぱりシンプルというか、はい、マキはこう方向を決めるタイプっていう。いやでもやっぱ打てる人ってあんまり悩みがないよ ね, そうですね。でシンプルだよね。でもシンプルだったんでしょ1年目は。だからそこに戻ればいいのになと思う。俺考えすぎだと思うよ。自分では打てないっていう感覚はないでしょ。もともとバッティングは良かったよね。好きというか、うん、こう自分の感覚っていうのはあったんですけど、うんうんうん、まあ言いたいことは溜まってる感じがするよね。いや爆発させてもいいけど、今、はい、中日の時にいた悩みと、はい、DeNA に来て何パーセントぐらいクリアになってるの悩みっていうの。こう空も雲があるように、はい、なんかやっぱ晴天の感じがいいじゃない、はい、野球やるのに、はい、気持ちも曇ってたと思うんだよ中日の時っていうのはね。いろんな悩みがあって、いや見えてるし、なんか表情も明るさがなくなってたというかさ。表情に関してはすごいキャンプ始まってから、うん、いろんな方になんか明るくなったねとは言われるんで、うん、多分テレビとかもなんていうの、やっぱりスポーツだしさ、悩みがなく明るい表情の方が、あ、順調なんだなっていうのは分かるし、まあ好きな野球をやってますし、うん、そうですね、嫌いになってない野球、嫌いになりかけたところをなんとか好きというか、うん、本当？でも98番も背番号つけたしさ、はい、やっぱこれはやっぱこう天国から見てる、はい、板川さん間違えてましたよ、9-8は1みたいな。そうだよははじゃないんだよ。見てくれてるね、ありがとうございます。いやでもでもね、そのぐらいの気持ちでやっぱ98番を見ててくれっていうようなね。そうですね、はい、すごいお世話になった先輩ですし、うん、なんとか一緒に、はい、戦えたなと。なんかやっぱり98番を見るたびに思い出す。あ、そうですね、はい、番号はやっぱり本当にね、ちょっとこうよしっていう。いやもうそれでやっぱ中日ファンも含めて応援してくれてると思うよね。
だからあの中日ファンにはお別れは言ってるの？言ったことある？ファンフェスタで最後参加させていただいて、はい、あの皆さんの前でお礼はさせていただいたんですけど、うん、まあ、今度は僕が活躍して皆さんにあの頑張ってるっていうところを見せれたらなと。まあそうだね、まあ、DeNA のファンもものすごい期待してると思うよ、はい、やっぱその争いということに関してね、やっぱ注目の的になってるし、はい、勝つ自信はもちろんあります。おー、すごいね、やっぱその自信がいいよね。そう、勝ちますっていうことっていうのはやっぱ悩みがもうなくなってるということだよね。そういうこと言っちゃいますあるんやろまだいや悩みはでもあの早くこう完成度に近いようなバッティングができるといいよね。そうですね、練習ではできているからね。はい、なってきてます。だからあと結果が欲しいよね。そしたらそうですね、はい、その形で打てたという。今日もたまたま打ったところにボールが来た感じだったので。あ、そう、はい、まだその感覚なの。ちょっと、はい、納得できる当たりではなかったんですけど、うん、近づけていけたらなと練習の感覚で実践にというか。うん、そうだね。横浜ファンが多分見てくれてると思うんだよね。ちょっと横浜ファンに一足早いちょっとメッセージを送ってもらえる。はい、ドラゴンズから、トレードで移籍してきました京田裕太です。早く皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。はい、すごくいい表情で明るさ戻ってきてるから、はい、なんかすごく安心したんだけどね。期待しますよ。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ね、YouTube 見てくれてる？はい、ありがとうございます。いや、DeNA は今年もちょっと上位の方に行った。強打も入ったし、強ちゃん入ったからね。はい、力になってください。はい、ね、よろしくお願いします。はい。